東京バレエ団による白鳥の湖東京バレエ団は1946年から1950年の間に活動した日本のバレエ団体である。このバレエ団は白鳥の湖全幕版を日本初演し第二次世界大戦後の日本にバレエ人気を高めた。なお現在活動している東京バレエ団とは直接のつながりはない。第二次世界大戦の終了後、 軍事工場や遺門隊などに動員されていた女性ダンサーたちがバレエ団に戻り、男性たちも軍から復員してきて、日本のバレエ界は再始動した。当時、服部・島田バレエ団を主催していた島田博士は、バレエ界が協力して、全幕バレエの上演を行うべきだと考え、舞踊評論家の足原営寮に相談した。足原は、島田の考えに賛同し、 自らが呼びかけ人となって、第二次世界大戦前から、日本のバレエ界で活躍を続けていた、東ず作海谷八く、子にやおこに話を持ちかけた。その結果、地方へ疎開せずに、東京に残っていた、服部島田バレエ団、東ず作バレエ団、海谷八にやおこバレエ団の3団体が合同で講演を行うことになった。足原は島田に上海バレエリュースで活躍し、 その後に本に引き上げてきた小牧正秀を引き合わせた。島田、東、海谷、小牧、そして服部千恵子が発足メンバーとなり、足原を顧問として1946年4月23日に東京バレエ団が結成され、第1回公演として白鳥の湖全4幕を上演することに決まった。足原の紹介で、バレエ団のスポンサーには東宝がつき、 空襲に合わず焼け残っていた世田谷区松原の海田に、八尾子バレエ団の稽古場に、ダンサーたちが集まって稽古が始まることになった。この時集まったダンサーの中で、島田、東、小牧を除くと男性は3名しかいなかったという。このため、一部男性のパートも、女性ダンサーが踊っていた。踊りのない群衆や立ち役などのエキストラ男性には、早稲田大学、慶応義塾大学、 上智大学の演劇部の学生が出演し、その中には当時慶応義塾大学法学部の学生だったフランキー・サ井がいた。不足していたのは男性ダンサーだけではなく、練習着やトーシューズなども同様だった。小牧のように第二次世界大戦前からバレエを続けていた者たちは、タイツやバレエシューズ、トーシューズを所有していたが、対戦後にバレエを始めた者たちは、 普段に着るものにもことかく状況だったため、タイツなどは入手することもできなかった。男性は水泳用パンツを履き、寒い時期にはその下にズボン下を重ね着していた。女性でも男物のラクダの桃引きをタイツの代用にしている場合があった。トーシューズに至っては、稽古用のズック製トーシューズを白木で白く染め上げて、舞台に立ったダンサーもいた。当時の日本には、 白鳥の湖の全幕用オーケストラスコアが存在せず、組曲版のピアノパートの楽譜だけしかなかった。小牧は引き上げの際に上海で使っていた全幕用のピアノスコアを持ち帰っていたため、山田和夫がこのスコアをオーケストラ用に編曲した。8月9日、帝国劇場で東京バレエ団第1回公演白鳥の湖全幕初演が実現した。 演出と振り付けには、上海でこのバレエの上映を何度も経験していた、小牧が当たり、四季は山田、舞台美術は、足原のおじである画家の藤田嗣ぐが担当した。主役のおでとでデるルと同時に、東の文化生だった、松尾明美、東の組と、海田に、島田組のダブルキャスト、ロットバルトは、小牧、王妃に、服部、第一幕のパドトロワはやはり東の文化生だった。 松山樹氏と半沢かほるの二人、そして王子を踊らない日の島田と東が交代出演していた。この公演は大好評をもって迎えられ、当初は8月25日までの予定だったものが8月30日まで延長された。白鳥の湖全幕日本初演が大成功した影で、すでに東京バレエ団には内紛の兆しがあった。島田によると、 白鳥の湖公園のさなかに帝国劇場の廊下に各バレエ団が研究性募集というポスターを貼り合うという事態が起こっていた。その後、服部・島田バレエ団の団員が小牧の設立した小牧バレエ団に無断で移籍したことが決定的なきっかけになって第2回公演、ジゼル他の上演には服部・島田バレエ団は参加しなかった。第3回公演、 コッペリアからは、東ズ優作バレエ団も抜けた。顧問を務めていた、足原も、このナイフンにやけがさして、以後は、日本のバレエ界と距離を置くようになった。第4回公演、白鳥の湖で、ハットリ、島田バレエ団が復帰するが、各バレエ団には、東京バレエ団としての公演だけではなく、それぞれ単独での公演も増えていた。東京バレエ団の公演は、 事実上小牧バレエ団の公演となっていき、1950年に有楽座で行われた第7回公演、コッペリアをもって解散する結果となった。東京バレエ団の解散後、当時の関係者たちの人間関係は険悪になり、顔を合わせても口も聞かないような状態だった。その関係を修復するきっかけになったのは、1957年のボリショイバレエ団来日公演だった。 ボリショイバレー団来日公演実現に向けて尽力したのは前年の日ソ国交会副長院式に当時の首相、鳩山一郎の秘書として随行した服部千恵子だった。その公演を見た当時の関係者たちは長年のわだかまりを捨てて急行を温め合い、やがてそれは日本バレー界で唯一の全国組織となる日本バレー協会の設立につながっていくことになった。 abcdefgh オックスフォードバレエダンス辞典332から333ページバレエを楽しむために164から165ページバレエを楽しむために160ページ abc 日本バレエシスターが語る私の歩んだ道12ページバレエを楽しむために160から161ページ白鳥の湖発祥の地に記念飛込流 カイタニヤオコ記念カイタニバレーダンウェブサイト2011年6月25日閲覧日本バレーシスターが語る私の歩んだ道12から13ページバレーを楽しむために161ページバレーを楽しむために161から162ページ AB バレーを楽しむために162ページ ABCDEF 日本バレエシスターが語る私の歩んだ道13ページ。ABC、バレエを楽しむために163ページ。第二次世界大戦前に、エリアナ・パブロワや、オリガサファイアが、第二幕を中心に一部を抜粋上演したことはあった。ABC、バレエを楽しむために164ページ。AB、日本バレエシスターが語る私の歩んだ道17から18ページ。 この作品は、東が第二次世界大戦前に、ショパンの曲を使って独自に振り付け、演出したものである。オックスフォードバレーダンス辞典19ページ。バレエを楽しむために165から166ページ。オックスフォードバレーダンス辞典15ページ。AB。バレエを楽しむために168ページ。AB。 日本バレエシスターが語る私の歩んだ道17から19ページ。AB オックスフォードバレエダンス辞典356ページ。オックスフォードバレエダンス辞典385ページ。ありがとうございます。